そこのお嬢さん、とりあえずあなたからなんか悩みばあさんが聞きますけど。え、ガチめのやつだと、最近本当におならが臭いことかな。前までさ、お城本当に臭くなかったの。本当に自分で臭くないって自負してたのね。これ言ったら惹かれると思うんだけどさ、電車の中とかでも普通にプッてしちゃうんですよ。でも最近てか特に防音室にこもって作業してると、まあ普通にヘモ出るじゃないですか。その時に匂ってきた時のあの衝撃がなんかね、最近やばい。最近冗談にならないぐらい、なんかね、外でね、ヘをするのがね、申し訳なくなるぐらいね、めっちゃ臭いんです。どうすればいいですか？かもしれない。お前、臭いぞ。お前、今も、臭いぞ。さっき、ここに来る前もちょっと、やったろ。ばあさんが若い頃も臭かったんじゃ。でもな、蝶ほぐしというね、蝶ほぐしの達人が、ばあさんの町にいた頃には、ばあさんもその人にな、蝶をほぐしてもらったんだ。おならが臭かったもんでな。ほんで、どうやったかというと、肛門に指を入れてもらって、いろいろ触診をしてもらったんじゃ。原因は何かと言ったらな、入り口にな、今までの、歴代の、便の箸がな、こびりついとってな、それが匂いの原因だったってのもあってな、それを根こそぎ取ってもらってんだ。宿便、そう宿便だから小娘もな、取ってもらえ。わかったか。おならは臭きりは臭いほどいい。ありがとう。はっはっ。どういたしまして。